はい、どうもさん、こんにちは、です。今回が、はい、こちら、フォンダンのレアカード、孫悟飯青年期、これを使っていきたいと思います。さあ、今回かなり低レート気味に寄せまして、はい、同じく今回のこのオノキビと。で、これがユニバースミッションのレアなんだけど、海洋神。で、同じくユニバースミッションの12段レア、ビルス。で、制御ブロリーとザマス、異次元となってます。いう感じで、これ今回ユニット技がですね、合計で4つ使えるんだけど、まず1つ目がこれね、開幕ユニットのプチエナジー。で、エナジーガード、カイオシの5カードを復活、まあ、よりどり緑なんで、まあ、これをね、その状況に合わせて使うと。まあ、1ラウンド目はとりあえずユニット打っといて、これダブル剣術で、要は気力がダブルで回復できるんだ。で、こっちが気力1本回復、こっちが気力2本回復で、合計気力3本回復なので、これ1ラウンド目に暗黒をフューとか、ブロリーの限界突破とかで気力長弾を受けても気力3本きっちり回復するんだ。だから、あの時々玉も取れちゃうし、1ラウンド目から、戦闘力2万出すことができるという夢のようなデッキ。しかもこれがね、超低レートで完成してしまうという、はい、ザマスも未だに1000円なので、ね、まあこれも本当に低レートの鏡。もう性能的に言ったらこれ5、6000円の強さなんだけど、まあ1000円で未だに買えちゃうのでね、この前ワングームに行ったらこれ1098円とかで売ってて、あ、まだまだやっぱり、流通してるんだなって思いました。はい、多分ね、あの近くのそのカードショップ屋さんとか行けばほぼほぼ置いてあると思うから、まあ、本当に持ってない人とかがいたら、ね、絶対に買っておいた方が一枚だと思います。で、異次元化の使者もね、まあ未だ現役でしょう。はい、これはね、再録1回出てるから、まあ、そこで一気にレート落ちて、今では1000円台、2000円いかないぐらいで買えるかなと。あとちょっと高いのがこれ、はい、聖騎ブロリーが1700円ぐらい、で、アニバーサリーシークレット、おー、5倍来た。アニバーサリーシークレットのゴジータ BR、 あれがいればあっちの方が強い、あの強いので、まあ、そこら辺で代用可能です。なるほど、なるほどね。これは動画にもした海洋神5倍デッキだね。そして激怒とターレスが入ってて、ちょっとゴージャスな海洋神デッキ、さらにノーハバ対決、これはなかなか面白い戦いになりそうだ。はい、とりあえず、まあ、プチエナジー破壊使っといて、はい、備えの戦法からの剣士さん戦法、はい、すごいでしょこれ、記録全員満タン。なのでここは本当にね、もう1ラウンド目から記録を長ダウンしてくる相手、まあそこそこ今流行ってると思うんだけど、そこら辺はまあほぼほぼ怖くない。ご飯に羽が生えていきますね。さあ、これはね、あ、激怒じゃなかった、ごめん、激怒じゃないや。いや、これは夢の組み合わせでしょ。本当にこのご飯青年期ね、この海洋神との相性がやっぱりめちゃくちゃいいかなって思う。うん、海洋神枠、今回の SR でもいいって思うかもしれないけど、それだと時々玉が1ラウンド目で取れないから、まあ、記録ダウン対策も兼ねて、やっぱり堅実な戦法の海洋神、これがいいかなと。はい、さらにエリート連携で記録回復、ワンチャン1ラウンドで終わっちゃうかも。はい、気まぐれな破壊衝動で固定ダメージ、もうちょい強めよ、いっちゃうかなこれ。意外と火力出てる、意外と火力出てるんだよね。あー、強い。さあ、異次元が効いてます。ただ 60% 減が硬い、めちゃくちゃ硬いな。え、やばいね、 60% ゲームめっちゃ硬いよ。おー、強い。いや、待って、微妙。あ、どうかな。え、待って。あ、 OK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 
60% 減で普通に行かない気がするんだけど。あ、行った。マジか。ランカツ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 はない。やべえ。火力、え、マジで、え、60% 減普通に貫通したんだけど。
い、まあもう一回さすがにやろうか。これはちょっと強すぎたねテイネートの本気が炸裂した、そんな戦いでした。はい、23,000すごいよ。 60% 減で 23,000 ダメージ削ってるから、実質 55,000 ぐらいの火力を秘めてるというまあ時々のさ 5,000 アップと、ね、これ気まぐれの破壊衝動で結構火力出せるっていうのはあるよね。ということでネクストバトルいくぜ。はい、ちょっとバトスター人いなくなってきたのでスターカリサモードの方やろうと思った矢先、やば、やばいやばいやばい、デッキレート45,000ぐらいだね、えっぐ。最近のスターカリサマがバトスターになってんだよね、完全に。もうあれは完全なるバトスター。あーでも HP はまあ若干低いけど、どうしようかな。これもう1ラウンドで勝負決めに行った方がいいよ。 OK、 とりあえずエナジー妨害いないっぽいんで、まあやっちゃいますか。え、てか待って、メチカブラビルスって相性悪い気がするけど、いやーやっちゃうか。そっか、さばきが見えんだよね。あーなるほどね察した。じゃあもうこれはもう1ラウンドからまた強襲をかけに行って、ワンチャンこれ仕留められんだよね。あ、てかさっきの火力見ると普通にいけるね。これだってガード上がんないもんね、ビルス。あーなるほど、やっちゃいますかまあパワー3000弾が若干痛い、はい、ガードも1、パワー妨害3000だけ軽減なし、普通にいけそうだ。やばいな、なんかただのワンキルデッキみたいになっちゃってる、異次元搭載型の開幕イント1ラウンドの火力エグいから普通にワンキルみたいな。あーはいはいはい、ブロックファーストね。あ、ビルスが止められた。じゃあ固定ダメージがちょっと止まっちゃいましたね。まあでも2ラウンド行っても復活イントが次で組めちゃうんで、まあなんとかなるかなと。あ、首が出るよ、あ、ディオフルー。いや、セルの実況に戻ってほしい天下一のさ実況、昔セルとかフリーザーだったんだけど、そのセルがめちゃくちゃ面白くて、パーフェクト出すたびにパーフェクトーとか言って、あれ戻ってほしいな。さすがに魔人ブーは実況しなかったね一人喋れないでいるから。はい、またこれいっちゃいそうだね。あーあー強っ、えぐ火力これさやばいね、まあ、さっきも持ってたけどこれ火力が普通にある。あー、いったんじゃねこれ火力が普通にありよりのあり、はい、ワンチャンもうこれでいったんじゃないか。やばい、あーいったわ、強っ。破壊神に興味ある？強っ、開幕誰が何と言うと強いね、この誰が何と言うと強いね、開幕ユニットはね、はい、まあ、今回なんか良かったんじゃない、なんかテイレートデッキの強みをお見せできたんじゃないかなって、まあ、ビルスデッキ相手でも結局はエナジー貯めて技打っちゃえばこいつのステータス上がらないし、高ガードに対しては異次元いるから、最近の魔人とは環境で高ガード戦法めちゃくちゃ流行ってるんですよ。なのでそこら辺もね、この異次元1枚で潰せちゃうっていうので、結構このね、やっぱ異次元からの使者を搭載するだけでかなり火力上がるなって思った、でデッキレートもね、そんなに今回は4000円ぐらいあればまあできちゃうかなっていうので、かなりね、これちょっとおすすめで、この2枚だけ若干古いので、まあここだけちょっとストレージとか、そうだよ、ネットショップでもまあワンチャンあるかな。多分トレバルさんあたり置いてると思うけど、あそここういうのすぐなくなっちゃうから、まあ早い者勝ちみたいになっちゃうかなっていう、はい、あとはまあどっかお店のストレージとかで、ブックオフとかワングーとかのストレージコーナーで見つけられたらラッキーっていう感じです。はい、ということでね、皆さんこれ買ってみてください、ぜひ。ここだけアニマをゴジータに変えたらもっと強くなるんで、そんな感じかな。あとまあ異次元をワンチャンヒーローアバターでもいいんだけど、ぶっちゃけアバター入れなくてもこのデッキ耐久力かなりあるから、復活ザマスで
まあバターもいらないかなってちょっと思いました。ということでご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。